こんにちは。今回この展開図を組み立ててできる立体の体積を求める問題です。今から問題を流します。問題を解く人はその時点で一度動画を止めて考えてみてください。じゃあ解いていきますね。途中までこの展開図を組み立てたらどういう風な形になるかっていうのは想像しやすいと思います。谷折りと山折りですね。あんまり神経質になる必要ないです。谷折りと山折りで折る方向が逆になる。例えばここですね。この三角形に対してこれこっち向きに折る。こっち向きに折る。そうするとこれもこっち向きに折りますね。これも同じ向きに折ります。この点線のとこだけ折る方向は逆になります。今までこっち向きに折ってたんだから点線のとこですね。これ逆向きになる。こういう風に考えてもらったらいいです。その上で大きいものから考えていきます。ここ直角二等辺三角形三つありますね。これを底面と考えて、これを立てる。これを立てる。こういう風に考えると、それぞれ正方形の半分ですね。立方体の中に埋め込んだような立体ですね。これを想像することができます。まず立方体書いていきますね。この立方体の中に、この直角二等辺三角形と、これとこれですね。これ埋め込んだような図を書きます。この直角二等辺三角形をここに。これを立てて、ここに。これをこっち側から立てて、ここに。埋め込んでみると、こういう図を書くことができますね。さらにこの正三角形ですね。この正三角形の大きさ考えますけれども、ここに直角二等辺三角形、ここに直角二等辺三角形あります。大きさに関してはここ4センチで、ここが2センチですね。大きさは2対1になってます。ということは斜辺の長さ、ここの長さとここの長さ、これ2対1です。これ正三角形だから、こことここの長さ等しいわけですね。つまりこの正三角形の一辺の長さっていうのはここからここまでの長さ、これの半分です。これが底面と考えたらここですね。この部分です。この部分で正三角形がひっついています。これを起き上がるように折るわけですから、ここですね。ここの辺とひっつくことになります。こういう感じになりますね。他の二つの正三角形も同じようにここで折って、ここで折ったような図ですね。ここに書いてみると、こういう図を書くことができますね。あと、この3つの直角二等辺三角形ですね。これ組み立てるんですけども、これこっち側向きに折るんですよね。っていうことは、この線に対して内側ですよね。この線に対して内側、この線に対して内側、こういう風に折ることになります。ちょっとこのままの図では書きにくいですね。これ向きを変えて書きやすい図ですね。これにしてみます。はい、こういう向きで書いてみました。今まで直角二等辺三角形もこう折って、正三角形もこう折ったわけですね。この直角二等辺三角形もここから内側ですね。内側に向かって折ることになります。内側に向かって折った図どうなるかって言いますと、こういう感じの図になります。この凹んでる部分ですね。これだけ、ここが底面になるように取り出して書いてみると、こうなりますね。ここが直角。ここも直角ですね。で、この直角二等辺三角形がこれなんで、ここ2センチです。まあ全部2センチですね。ここも2センチで、こっからここまでも2センチですね。これで終わりじゃないですね。もう一回、ここに点線があります。この点線が逆方向に折ることになりますね。今までこう折って、これをこう折って、さらに内側に折ったんですね。最後、逆方向になります。ここ凹んでますけども、これが飛び出してくる形ですね。こうなります。この図の中に書き込むとややこしいんで、ここに書き込んでいきますと、ここで飛び出すっていうことは、この頂点ですね。こっち側に凹む形になります。こういう風に、ここが頂点になるように凹む形になりますね。じゃあ体積求めていきます。まずはここの三角錐ですね。ここ穴が開いてないで埋まってるものとします。一辺の長さが4センチの立方体ですね。この中に埋め込まれている三角錐ですから、底面ですね。4×4 割る2ですね。高さが4センチ。三角錐だから3分の1。これ計算すると3分の32立方センチメートルです。ここからここで凹んでる分ですね。この形です。この形の分だけ引かないといけないです。まずはここですね。これ考えます。2センチ、2センチ、2センチ。こうなってますから、上の式ですね。上の式の4のところが全部2になっていると。こういうふうに考えて、3分の4立方センチメートル。ところが、これ自体っていうのはここの部分ですね。これが凹んでいます。
ここ1センチですね。1センチ、1センチ、1センチの三角錐ですね。これが凹んでるんだから、これ2つ分になります。1×1÷2。高さ 1×3 分の1。これを2つ分、ここから引きます。これが3分の1ですね。3分の4から3分の1引くわけですから、1立方センチメートル。これをここから引いてもらったらいいです。3分の32から1引いて、3分の29立方センチメートル。これが求めたい立体の体積になりますね。はい、次回の問題です。六角錐の切断問題になっています。六角錐の切断自体ってのは難しそうに見えますけれども、どういう風にあるかっていうのを六角錐が書いてありますから、これに切断面ですね。これ書き込んでいったらいいんで、今回の問題みたいに想像しないといけない部分っていうのは少ないです。人によっては次回の問題の方が簡単に感じるかもしれないですね。ぜひ一度解いてみてください。はい、今回は以上です。よろしければコメント、高評価お願いします。